タロ散歩チャンネル。ようこそ釧路湿原駅へ。ゆっくりたっぷり思いっきり日本一の景観をお楽しみくださいということで、この子はね、2代目なのか初代なのかどうなんでしょう。さっき乗車証明書っていただいたんですけども、乗車証明書を、ね、見る限りこれね2代目の6個となっているので、2代目なんですよね。2代目と同じイラストのような気もしますけども、唯一違うのは2代目はね、これ向かって右側の手がパーなんですよ。このイラストはね、向かって右側のグーなんですよね。じゃんけんするとね、こっちの方勝ってるんですけど、2代目の方が。まあ、とにかくね、釧路湿原ってところにやってきました。住所的には釧路湿原。まあ、釧路湿原は何があるかなっていうと、釧路湿原ぐらいしかないんですけれども、こっからちょっとね、15分ぐらい歩いたところに、この細岡展望台っていうのがありまして、こっからの眺めは多分、ね、みんな有名だと思うんですよ。なんか大体の観光案内、釧路湿原の観光案内の写真をここで撮ってるっていうふうに、さっきのどっこうごのアナウンスで言いましたけれども、ちょっとね、そっちの方に歩いていきましょう。全部で1時間ぐらいあるので、15分で行って、20分、30分見てて、ここ戻ってこよう。まあ行けるでしょうということで。ということで、釧路湿原駅。まあ、駅の中は、まあ、お手洗いがあるとかそういうのもなく、窓口があるわけでもなく、ただ、待合室になってるという感じですね。あ、で、一回、先ほども言いました、一回釧路帰ります。多分今来たやつが折り返してくると思うんで、12時30何分とかっていうのがあるんで、あれ臨時列車ですからここ書いてないんですけども、それに乗って折り返したいと思います。よいしょっと。あ、お手洗い横にありますね。あ、違う、倉庫だ。お手洗いがない以上、お手洗いがないんで、まあ、展望台にあることをちょっと期待して登りましょうか。460メートル、高いですね。帰りに下見たらなんか絶望しそうな感じの坂ですけども、結構ね、この手の階段って歩きづらいんですよね。高い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 、やめて。ああ、でもこれのために来たんで、仕方ない、しぶしぶ登りますけど、そんなことよりお手洗いが、ちなみに車で来る方もいらっしゃるので、ちょっとこの木の隙間から見えると思うんですけども、こういったね、駐車場もちゃんとあるっちゃあるんですよ。あ、駐車場の方行けばお手洗いあるかな。あそこにですね、ビジターセンターっていうのがあるんで、ちょっと駐車場よりもこっちの方が近そうだから、ちょっとそっち行ってみますか。多分、お手洗いがあるでしょう。っていうか、私の周りも蜂が飛んでる。ちなみに展望台まであと235メートル。よかったです。ビジターズラウンジ。にちゃんとお手洗いもありました。よかった。まあ、これで、セブンイレブンのお茶をね、恨むことなく、爽やかに展望台の方に行きたいと思います。ちなみになんかね、熊の目撃情報があったとかなんとかって張り紙がビジターセンターの中にあったんですけどね、ちょっと気をつけていきましょう。ちなみにこのビジターズラウンジは、9時焼きの夕方6時閉まりで、ここにも書いてますけども、お茶をすることもできるので、喫茶コーナーがあるんで、もう休憩もできますし、お茶をすることもできます。これ毎度思うんですけどね、こういう森の中の道を歩いてると、本当にその先に私が目指してるものがあるのかどうかってすごく不安になる時があるんですよね。いや、あるんでしょうけどね、あるのはわかるんですけどね。ここに階段がありますけども。あ、こちらの階段を登りますと展望広場ですということです。だから今この太い道をずーっと歩いてたんですよね。ここの階段登ると展望広場がありますけれども、割となんか観光案内で有名なのはもうちょっと行ったところの、ここの細岡展望台、大観望って書いてますけど、ここになりますね。あ、ここですね。
道はもうちょっと続いてるって感じです。道路は。あ、ただなんか通行止めっぽいような気もしますが、まあ、それはさておき、ここの舗装か展望台というところに行けば釧路湿原のとても雄大な眺めを見ることができるはずなんですが、どうでしょうね。あのね、もうね、早速ね、雄大な眺めがね、見ることできますよ。とりあえずまずちょっと案内看板ぐらい見ていきましょうね。この展望台から見えるのが2万9000ヘクタールに及ぶ釧路湿原の景色である、うんうんって書いてます。タンチョウは日本で絶滅したと思われるタンチョウは、これ1924年にこの地で発見されて、ああやっぱいたんだみたいな、そういうようないきさつもあるみたいです。だからタンチョウって一時期いなくなったと思われたんですけども、およそ100年前に再発見されたんですね。そうなんですね。で、あとなんでここに湿原があるかっていうと、もともとここ海の底だったけれども、その後に、だいたい4000年ぐらい前に海の水が引いて、そして、湿原、要するに土地柄乾きにくいようなそういう土地だったので、そのまま湿原となって今に至るということだそうです。だから過去のその海だった地形を見ることも、そういう名残も見ることができることが書いてますね。ここの平子丹岬、宮島岬、東路湖、タッコブ湖とうとうね、この展望台から眺めることができるみたいです。まあ、なので素晴らしい眺めであると同時に、昔海だったという痕跡を考えながらちょっと思いを馳せてみたいですけれども、まあ、とりあえずこの地図の通りで行けば、こちらの先端の丘の横の向こうあたりに平子丹岬と宮島岬というのがあるはずなんですけど、ちょっと分かりづらいですね。ただはっきり分かるのは、この手前のところが4000年前まではずっと海だったというのは分かりますでしょうかね。そしてこの木の陰に隠れてますけど、向こうの方に灯籠湖っていうのがありまして、灯籠湖のあたりも昔の海だったところで、こっちの方にタッコブ湖、こっちの方までずっと海が広がってたっていう、まあ、あれですね、縄文時代とかその辺は今より暖かくて海面が何メートルか上昇してたんですよね。だから氷河期があって海の水が引いて、で、まあ、大陸と陸続きになって、大陸から、まあ、ある程度最初の日本人がやってきて、で海の海面が上がって、で日本列島が大陸と分断されて、でその後ちょっとまた暖かい時期が来たんですけど、またちょっと冷えて、向こうの方にも釧路湿原を見れる展望台があるみたいです。釧路市湿原展望台で、もうちょっと行ったらもう釧路の町がこんな風にあるんですけど、あれは何だろうな、製紙工場だと思うんですけども、白い点が2つありますが、これタンチョウのカップルですね。こんなところまでね、私に見せつけやがってって感じですけれども、見えるでしょ。そしてこちらが岩ぼっき水門で、旧水門が見えると思うんですけど、ちょっと見つけづらいですね。じゃあちょっと名残惜しいですけれども、舗装か展望台を後にしまして、暑いんで、さっきのビジターセンターでアイスでも食べましょう。暑い、暑いっていうちょっとムシムシしてるって感じなんで、軽く体の中をさっぱりさせたいという感じですね。天気が良ければもっとこう向こうの山々とかもしっかり見れたとは思うんですけれども、まあ、そうでなくても曇ってても、まあ、かなり湿原がずっと広がってたので、これはこれですごく眺めが良くて良かったですね。今がおおよそ出発25分前かな、まあ、といってもなんかビジターセンターのちょっとあたりからでも5分かからないんで駅まで、まあ、大丈夫だと思うんですけどね。アイスぐらい買う余裕はあると思うんで、ちょっとそっち行ってみましょうか。で、そう、あとね、釧路行ったら釧路行ったらご飯食べたいんですよね。なんか釧路らしいものを食べるとかそういうことをやってもいいんですけれども、まあ、ちょっといかんせん昨日北見でお寿司に2000円使っちゃったもんで、
若干節約していきたいなという気はします。まあ、ということで再びビジターセンターに行ってソフトクリーム300円ぐらいで売ってたんでそれぐらい食べましょう。350円でした。しかもねでかい、まあ、でかくてこれで350円がかなりお得ですけどね。あのブドウとバニラのミックスのソフトクリーム、ではね、列車出発10分前になりましたので駅の方で戻りましょう。まあ5分もあれば行けますので大丈夫ですけどね。どうかな、自由席混んでたらあれだから、なんか指定席もし座れそうだったら多分520円なんで指定席座って行ってもいいかもしれないですね。この看板のところを降りれば釧路湿原駅がありますというような、なんかありますね。湿原駅225メートル先で、この坂を降りてちょっと急な階段を降りて行けば高い、おっと、嫌ですよこんなところでね。タロ散歩チャンネル最終回とか、いや まだいいですよ。早雲峡行ったじゃないですか、6月の頭に。あの時はなんか急な階段でこんなところがある上に手すりすらなくて、しかも狭いっていうね。2022年上半期おっかないところランキング第1位をね、見事獲得した場所ですから、東雲峡のあそこは。まあ、それでもこことかもね、ちょっと油断してると、あっちの方に転落しますからね。気をつけなくちゃいけないです。まあ、というぐらい、ここはなんか湿原の端っこの山になってるところなんでしょうね、きっとね。さらにやっぱり国立公園で本当に、まあ、手つかずのとこ、まあ、そもそも、なんか、明治時代になって、本州からいっぱい人がやってきて入植したにもかかわらず、開拓しづらい、まあ、湿地すぎて、開拓するのがすごい大変だったから、結局開拓しそびれたっていうような、そういうこともあるとは思いますけども、この辺なんかまだね、頑丈な柵がついていて、まだ良心的です。仮にね、転んで転げ落ちてもあれですからね、階段をガン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 って行くだけですからね。まだなんて言うんですか、転げ落ちてえらいことになっても、まあ、発見されやすいというのはありますね。まあ、こういう沢とか起こったら下手すれば発見されませんからね。すぐそこに人が起こってんのにみたいな、まあ、それは全力で何が何でも避けなければなりません。おっと、ということで駅のところまで戻ってまいりました。もうね、結構な人が列車待ってますけども、あと数分のうちに列車が来ます。なんか指定席空いてんだったら指定席を取りますから、多分520円ですからね。これちょっと、なんか虫が、平成2年に完成しました新岩本家水門で、奥に見えます古い木造の水門が旧岩本家水門で、昭和6年に完成したものです。
岩勃起水門は完成してから一度も開かれておらず、開かずの水門として歴史的建造物として親しまれています。岩勃起水門までは行くことができますが、それ以上後方へは行くことができません。なぜなら岩勃起水門から後方が釧路湿原国立公園だからです。国立公園である以前にそこは湿地で常夏沼などがあり、人が入ることができないところで、昔は不毛の大地と呼ばれされました。でもこの不毛の大地こそが貴重な動植物の最後に残された景色なのでございます。こちらの岩勃起水門で釧路の夏と釧路湿原が守られているのです。岩勃起水門は水害はもちろん、生態系や自然環境を守るための重要な役割を果たしております。釧路湿原の楽しみ方は多種多様です。雪解けが進み、湿原が最も潤い、春の釧路湿原ということで、釧路に戻ってまいりました。でですね、さっきもお話ししたんですけれども、網走行きの列車はね、もうあと1時間あるんです。2時14分かな。なのでちょっと釧路でこの1時間ちょっとゆっくりさせていただきましょう。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイトタロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。